テルテル家族、テルテル家族、テルテル家族は2003年度下半期の NHK 連続テレビ小説、通算第69作目であり NHK 大阪放送局が制作した連続テレビ小説シリーズ初の地上デジタル放送でもある。2003年9月29日から2004年3月27日の全150回にわたって放送された。 2016年4月11日から2016年10月1日まで NHKBS プレミアム連続テレビ小説アンコール日曜を除く毎日7時15分マイナス7、32で全話アンコール放送された。作家、作詞家、中西彩蝶の小説、てるてる坊主のてる子さんを原作に大森住男が脚本を担当。 原作は、戦後、昭和の大阪府池田市、栄町商店街を舞台に、中西の妻、石田由里子、芸名、石田由里とその家族をモデルにした小説である、2001年5月から2002年4月に、かけて、北海道新聞、東京新聞、中日新聞、西日本新聞に連載され、新潮社から刊行された。ドラマでは、岩田春を、 岸谷五郎と、テル子、浅野優子の間に生まれた四姉妹、春子、紺野真昼、夏子、上原高子、秋子、上野樹里、冬子、石原さとみの夢を追い求める姿を、コメディーたちのドラマに、物語設定当時の流行歌に乗せて、登場人物が歌い踊る場面が織り交ぜられる、ミュージカル形式が撮られた。この趣向は同枠では初めてであり、日本のテレビドラマ史上でも、 非常に珍しい。春子は石田春子、夏子は石田あゆみ、冬子は石田ゆりが、それぞれのモデルとなっている。本作のヒロインを及び語り手は冬子であるが、テール子を中心に四姉妹、及び岩竹に関わる、人々の各エピソードが展開する。原作では四姉妹のうち春子、夏子の進度のみが描かれているが、ドラマでは秋子、 冬子の震度もオリジナルの展開で描かれた。また時代、場所としては、同じ時期にあたるチキンラーメン開発をモチーフとしたエピソードも挿入された。石原里美は応募者2036人のオーディションで選ばれた。1946年、昭和21年、銀行員の岩田春は、銀行を辞めて、パン職人になる決心をし、妻のてること。 長女春子を連れて、佐世保の米軍基地で修行を積む。二年後、大阪に戻った春オは、池田市の自宅に、岩田製パン店を開き、やがて春子に続き夏子、秋子、冬子が生まれた。1953年、昭和28年、テル子は、街頭テレビに群がる人々を報じる映画ニュースを、ヒントに、テレビジョン付き喫茶店社等をオープンさせる。池田で、 初めてのテレビジョン付き喫茶店とあって、店は大繁盛。間もなく、梅田駅前にあったスケートリンクの食堂も経営する。それがきっかけで、フィギュアスケートを始めた春子が頭角を現し、夏子も芸能プロダクションにスカウトされ、スターへの道を歩き始める。一方、秋子と冬子は平凡な毎日を送っていた。成績優秀で、 生活の中に想像を見出そうとする秋子に対し、冬子は勉強も運動もできなかったが、周囲を楽しくさせる、楽しい子。自分も姉たちのように夢を持ちたいと願い、やがてひょんなことから、宝塚歌劇団を目指すようになる。宝塚歌劇団への登竜門、宝塚音楽学校に入学した冬子だったが、自分の本当にやりたいことは、パン職人の道であることに気づき、 卒業後は春王の下でパン屋の修行を始める。春子はフィギュアスケートの日本代表として1968年グルノーブルオリンピックに出場を果たし、夏子は歌手岩田夏子として NHK 紅白歌合戦に出場。冬子もパン職人の才能を開花させ、喫茶社等をベーカリーテルテル家族として再スタートさせる。そして秋子も 自分のやりたい道を見つけ、旅立っていくのだった。三人の姉妹が旅立った岩竹。冬子が春親、ボーイフレンドのアジンだといつものようにパンを作っている風景で物語は終わる。キーワードは、なるようになる、ケセラセラ。2003年9月29日から2004年3月27日までの25週、全150回。本作では、 週ごとのサブタイトルが設定されていないので、目安となる単語を記す。曲名がテロップで紹介された楽曲、及びストーリー以上重要な意味を持つ楽曲を紹介する。このほか、総集編、第5回でのみ放送された楽曲に、ケメ語の歌がある。1996年上期のひまわり以降、連続テレビ小説では一週ごとにサブタイトルが設定され、 ひまわりは2週ごと、土曜日で、各エピソードが完結するスタイルが取られてきた。しかし本作ではサブタイトルを設定せず、各週ごとに主となるエピソードはあるものの、物語の連続性を重視した脚本が書かれた。このような体裁は、スズランでも同様に行われていた。本作の音楽は戦後、昭和の雰囲気を表現するために、中西綾の使命で、 日本ポップス界の重鎮的存在だった宮川康氏が起用されたが、それに合わせてスタッフは宮川が音楽を手掛けたシャボン玉、リデー、ケバゲバ90分のビデオを取り寄せ、研究し、演出に活かした。1967年生まれで、ドラマの時代を直接知らない大森住男は、最初は原作だけを頼りに脚本を書いていたが、サウンドトラックが出来上がってからは、 音楽のイメージからも助けを借りて、シーンやセリフを展開していったとされる。本作において、宮川サウンドの果たした役割の大きさは、中西や大森も認めている。連続テレビ小説の平均視聴率は、以前から低下する傾向を見せていたが、本作の2003から4年の平均視聴率は18.9%、関東地区、ビデオリサーチ調べで、連続テレビ小説として、 初めて20%を切った。平均視聴率20%割れは2011年度、後期、カーネーションまで8年連続で続いていたが、その後も数作は20%を切ることがある。最高視聴率は22.0%、関東地区、ビデオリサーチ調べであった。一方で、メディアなどからの評価は高く、放送終了前後には、朝日新聞、読売新聞、 キネマ巡報などに好意的な記事が掲載された。また、インフォージックテレビドラマレビュー、当時の年間ドラマ大賞では2003万2004年の2年連続で最優秀作品賞に選出された。主演の石原さとみも本作の演技で第41回ゴールデンアロー賞、放送新人賞、最優秀新人賞を受賞し、 その後の活躍も考慮され2005年エランドオール賞、新人賞も受賞している。また作品には熱心なファンもつき、放送終了後、DVD 化や再放送を要望するメールが NHK に数多く寄せられた。商品化の許諾がどうしても降りない、外国局が何局があったため完全 DVD 化は不可当たったが、一部の楽曲を変更、カットした上で、 2007年8月24日に NHK エンタープライズから総集編が発売された。作中で取り上げられたチキンラーメン作中ではニコニコ麺は2003年10月期の売り上げが全年度比60%アップした。またキャラクター商品として2004年4月6日から日清食品とファミリーマート共同開発のテルテル家族ラーメンが 期間限定で販売された。なお、2010年度前期の連続テレビ小説、ゲゲゲの女房でも、第10.11回において、チキンラーメンをモチーフとした、スターラーメンの試食会を行ったシーンがある。本作の放送を記念して、池田市によって、池田城石公園に、テルテル坊主のテル子さん文学費、作、岩村俊秀が設置され、2004年4月3日に、 原作者の中西彩とモデルになった石田家の人々を招きて除幕式が行われた。2006年には阪急池田駅前広場がそれまでのピース池田からテルテル広場に改称された。朝の演じるテル子のモデルとなった石田あ美の実母は2010年に死去。石田当時 NHK 福岡放送局開局80周年として制作されたドラマスペシャル見知らぬ 我が町の撮影の時期にかかってたこと、またドラマの舞台が母の出身地大牟田市だったこともあり、撮影中は母の家を胸に忍ばせて望んでいたことを制作会見で明らかにしている。本作品の総集編は前5回、各4 3分で制作され、以下の通り放送された。なお、NHK 総合では当初5回とも午前6時10分からの 放送予定だったが、12月26日に発生した、インドネシアスマトラ島地震、大津波と、ノリノミや清古内新能の婚約会見などの編成の都合で、第1回と第2回のみ、放送時間が変更された。このほか、番組放送中の2003年12月29日、前半の物語のあらすじ障害や、ヒロイン4人の夢への情熱を描いた30分の特別編。 てるてる家族スペシャルが放送された。総集編は、スペシャルと共に2007年8月に DVD 化されたが、著作権上の問題から第2回のルイジアナママなどがカットされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。